菊池くん。いや、気にしないでほしいでゲス。わての独り言でゲス。レースを続けていれば、いつかはチームのみんなと戦わなきゃいけないことも分かってたことでゲスし。うん、そうだね。それにしても同じチームにいると力強いのに、いざ敵に回すととてつもなくおっかないでゲスな、ビクトリーズのメンバーは。それは僕も同じことだよ。僕だって、東吉君のスピンバイパー相手に 100% 勝てる自信なんてどこにもないさ。なら本当はここは見逃してほしいとこでゲスが。仕方がないでゲスな。わてもこんなところで負けてしまうわけにもいかないでゲスし。エボリューションがあんまり進化してないことを祈るでゲスよ。ごめん、東吉君。僕もここに来た以上、負けるわけにはいかないよ。頼んでるわけではないでゲス。せっかくのチャンスでゲス。わても本気でやるつもりでゲスから、お互い悔いのない走りをするでゲスよ。うん、わかってる。僕も本気でいくよ。それじゃあジェイ君、わてのライトニングドリフトが勝つか、ジェイ君のハイパードルフィンが勝つか、いざ勝負でゲス。危なかった。とほほほ、やられてしまったでギス。それにしても予想以上の速さだったでギス。やっぱりジェイ君は味方でいてくれた方がいいでギスな。とほほ。僕も東吉君と同じチームでよかったなって思うよ。しかしエボリューションが走りを重ねるごとに進化するっていうのはまんざら嘘でもないみたいでギスな。同じチームにいるとあんまり気づかないでゲスが、いざこうやって勝負すると明らかに前より速くなってる気がするでゲス。うん、それは僕も気になってる。まあそれはそれで良いことでゲス。こういう発見があるなら、たまにはこうやって仲間同士本気で戦うってのも悪くないかもしれないでゲスな。そうだね。ちょっと悔しいでゲスが、仕方がないでゲス。ここからはジェイ君の応援をするでゲスよ。うん、東吉くんの分まで走ってくるよ。頑張ってほしいでゲス。
で歩くのも退屈だったんだよ。せっかかったんだ、一緒に行こうぜ。ってわけにはいかねえよな、ゴー君。ジェイ、本当お前には感謝してるよ。世界グランプリの始まってからエボリューションにはいつも俺たちのサポート役ばっかりさせちまってるからな。でもまあ、今回はチーム戦じゃねえんだ。どうせこれが終わったらまた同じビクトリーズの仲間になるんだし、こんな時ぐらい一対一で気兼ねなく一丁本気で戦おうぜ。うん、そうだね。一緒のチームじゃお互い見えない部分もあると思うし、それに僕もゴー君のビートマグナム相手にエボリューションがどこまで通用するか本気で試したいと思ってたんだ。ああ、そうこなくっちゃ。それじゃあ俺様のビートマグナムがビクトリーズでナンバーワンだってこと改めて思い知らせてやるぜ。そのビートマグナムを見ながらエボリューションも進化してきたんだ。エボリューションの本当の力ここで見せてあげるよ。よし、それじゃあ勝負だぜ。手加減なしだぜ。うん、もちろんこっちも手加減しないよ。あー、でもシャークシステムでマップタッチはやめてほしいな。マグナム分かった。くそー。あ、なんだっち。勝った割にはあんま嬉しそうじゃねえじゃんか。いや、そんなことないよ。ただ最高スピードでエボリューションがビートマグナムに追いつくなんてちょっと自分でも信じられなかったから。ああ、俺も驚きだ。別にマグナムの調子もおかしくなかったしな。やっぱり確実に速くなってる。あ？ううん、こっちの話。悪いね、ゴー君。まったくだぜ。くしょ、まさか俺がこんなとこで消えるなんて。こうなったら意地でも他のやつに負けるんじゃねえぞ、ジェイ。うん、頑張るよ。終わったらもう一回勝負だからな。